幻の名著、かっこ笑い。ということで、これはですね、私にとっては、3冊目に書いた本ですよね。最初、処女作が経済を世界史から学べ。で、2つ目が思想家たちの格闘。で、これが3つ目なんですね。一般の方向けに書いた世界史の入門書です。で、最初出した時は、ヒカルランドさんっていう、こじんまりした出版社さんで、で、そこのですね、会議室をお借りして、一般のお客さんを呼んでですね、お話をしたんですよ。で、その内容を文字起こししていただいて、で、本にしたのがそもそもで、最初タイトルが違ってですね、世界の仕組みがわかる世界史講義というタイトルでした。で、それが、まあ残念ながらですね、初版で終わっちゃったんですよね。まあ、こんな感じだったんですよ。ところがですね、他の出版社さんがですね、これ新書にしませんかっていうことで、今度はですね、ビジネス社さんっていうところからこういう感じで、でタイトルも書いてですね、日本人の武器としての世界史講座に変えまして、で新書版でね、生まれ変わったということですね。だから出版社 A がまず単行本を出して、それを出版社 B が新書とか文庫にするときには、まあ、当然その最初に出した出版社 A さんにもその利益の一部が行くわけですね。そういうことな。だから小さい出版社さんっていうのは、その文庫とか新書は出してないじゃないですか。だからその文庫新書を持ってる会社が、まあ、その版権を買い取って、で利益の一部を還元しますと、まあ、そういう仕組みがあるんですね。はい。で、さらに今回これがですね、これ小電車さんですね。小電車さん。世界史で学べ地政学を出させていただいた出版社なんですね。の黄金文庫という文庫シリーズがありまして、そこにこれをですね、入れていただきました。で、ちょっと間が空いてるので、時間的に一部加筆もしまして、で、9割方はこっちと同じですよ。うん。で、まあ、そこにちょっと最近のニュースを書き込んだという感じですよね。ざっと中身をご紹介します。まず、日中日韓関係を理解するということで、この辺はですね、例えば、中華思想とは何かとかですね、中国の封建制度とは何かとかですね、朱子学とは何かですね、朝鮮の両班とは何か、小中華とは何かという、まあ、そういうことですね。それから、第2章が、一神教を理解する。ユダヤ教、イスラム教、それでキリスト教、この三大一神教のお話。イエス・キリストはキリスト教徒ではなかったとかですね。カリフとイマームの違いとかですね。イスラム原理主義の起源とかですね。で、今の中東問題の始まりとかですね。ヨーロッパとは何か。で、ヨーロッパというですね、まあ、世界の辺境地域がなぜ世界を席巻するに至ったかというお話が、この第3章から第4章ですね。そして、国家権力と教会との争いの歴史。そして、近代になって資本主義の成立、国家主権の成立、そしてフランス革命の実態、社会主義の実態ということですね。そしてグローバリズム。はい。で、最後にアメリカ合衆国とは何かというお話です。で、これ実際読んでいただけるとね、もうね、中学3年生だったら読める文章にしました。うん。一問一答形式で。はい。ですので、全くね、世界史勉強してないっていう方にもですね、なんとなくわかる。うん。なんとなくわかる。それで、前書きにも書いたんですけれども、歴史っていうのはですね、何年に何がありましたって、その事実はもちろん大事なんですけれども、それをどう解釈するか。その事件をですね、それって一体どういう意味があるのか、で、現代に生きる僕らにどういうそれが意味を持つのかっていうこと、これが歴史観なんですよね、歴史観。うん。よくね、教え子で、私、歴史大好きになりました。ああ、よかったね。で、大学で、歴史の勉強したいんですけども、歴史学科っていうのはどんなことやるんですかっていうご質問、時々受けます。はい。
大学の歴史学科のお仕事はですね、99% こっちなんですよ。事実。はい。発掘調査しました。あるいはこういう古文書が出てきました。はい。で、ここにこういう人がいて、こういうことが起こりました。この事実は確定しましたっていう、これをひたすらですね、集めるんですよ。だから、警察で言うと、証拠集めをですね、やってるんですよね。その歴史学者っていう人たちっていうのは、生涯かけて。で、そっからですね、その集まった証拠から、この犯罪は一体どういうふうにして起こったのか、犯人は誰かっていうことを推理するっていうのは、こっちの解釈ですね。これがですね、ほとんどなされてないですね。これね、実証主義って言うんですよ。もうひたすら証拠だけ集めて、それが歴史だというふうに思い込んでいる。いや、否定しませんよ。それ大事ですからね。もちろんその証拠なかったら、解釈だけだったらただの妄想になっちゃうからね。でもね、証拠だけでね、解釈しないっていうのはね、それは知識の持ち腐れって言うんですよ。なので、この本はですね、そういう知識の羅列はやめて、世界史をどう解釈するかっていうことに主眼を置いたわけです。本書では歴史観を明確にして、私は茂木は歴史をこう見るっていう歴史観を明確にして、世界史をざっくり切ってみました。日本にね、地理的に近い中華、チャイナ、それから紛争の多い中東、そして日本に多大な文化的な影響を与えてきた欧米世界だけを扱いましたと。古代オリエントやインドの王朝は割愛しました。アケメネス朝とアルサゲス朝との違いは現代人にとってはどうでもいいからです。そういうことです。なんで世界史がこんなにコンパクトにまとめることができたということでございます。文庫版への後書き。さらに3年が経ち、この新書刊行から3年が経ち、令和の御代を迎え、今度は昇電社様から文庫化のお声掛けをいただきました。昇電社黄金文庫では、すでに世界史で学べ地政学が文庫になっていますと。それに続く2冊目となります。私も執筆の傍ら、 YouTube を情報発信の場とするようになり、茂木石火チャンネルの登録者2万人を超えました。これが2019年の12月。高い月謝を払わなくてもどこでも誰でも学べるという夢のような時代になりました。その一方で、ネット上の情報は玉石混交です。日々大量の情報が飛び交う中で、本物を見極めるためには、やはり歴史や宗教に関する基礎的な教養が必要不可欠なのです。本書がその一助になれば幸いです。2020年令和2年の如月ということで、ぜひお手に取っていただきたいと思います。で、今回ですね、これを、サイン入りプレゼントいたします。はい。ということで、こちらのですね、サイン本、8名様にプレゼントいたします。下のね、概要欄とコメント欄に応募先を載せておきます。お申し込み達成の場合には、抽選とさせていただきます。ですね、来週月曜日、2020年の3月の16日、朝9時、締め切りとさせていただきますので、ふるってご応募くださいませ。ありがとうございました。